新共和国パイロットです。新しく F-22 ラプター戦闘機がマーケプレに来たので買ってみました。ラプター戦闘機ってマーケプレにもう一機種あるんですよね。エアブレーキってあるの？あ、エアブレーキ最近の流行りはこういう風にラダーを同じ方向に曲げてエアブレーキですよね。フラップ。フラップはフルオートか。はい、フルパワー。はい。いや、もう、いや、結構あれだな。アフターバーナーを取って欠陥機じゃねえかこれ。フラップ降りないぞ。ヘッドアップディスプレイの表示もかっこいいです。あ、フラップ降りた。車輪と連動してんのか。いや、なんか飛行機の飛び方の特性はなんか非常に好ましい感じです。今日なんか風が強いのかな。さっきの F-111 の時もえらい斜めって着陸したけど。なんか飛行機とだいぶ違いますな。まあ見た目はそんなに変わらない。パワー離陸していきます。はい、エアボーン。フラップだ。あ、これこっちの飛行機はフラップが自分で変えれる。マニュアルか。ケーキが何も出てないのやらしいな。スイッチがどれかわからんし。もう一回ちょっと飛ばしてみよう。あ、こんなついてる。なんでだろう。重いなこの飛行機やっぱり。あ、外に開くことがあるんだ。やべえって。面白い。重い。いかん。無理だ、このフレームレートでは。ダメだね。ちょっと重くてあまり、うちの環境で遊べる飛行機ではないっぽいですな。